原子力電池。原子力電池は、半減期の長い放射性同位体が出す放射線のエネルギーを電気エネルギーに変える仕組みの電池である。放射線電池、RI 電池、ラジオアイソトープ電池、アイソトープ電池、または、ラジオアイソトープ発電機、RI 発電機とも呼ばれる。放射性元素の原子核崩壊の際に発生するエネルギーを利用して電力を発生させる。 アルファ崩壊を起こすプルトニウム238やポロニウム210などが用いられる。ストロンチウム90のように長い半減期を持つ同位体を用いることで寿命の長い電源が得られる。電池としては寿命が長いため宇宙探査機の電源として搭載される。1960年代には心臓ペースメーカーの電源としても利用された。 物理電池の一種に分類される原子力電池を搭載する人工衛星は1960年代から使用されてきたが原子炉を搭載する人工衛星と同様に打ち上げ失敗や墜落で放射性物質を撒き散らすリスクがあるため現在では十分な太陽光エネルギーが得られる地球軌道周辺では太陽電池を使うのが一般的である 宇宙探査機については小惑星帯までは太陽光放射量も十分なため小惑星帯よりも内側でのみ活動する探査機の電源には太陽電池が使われてきた一方でそれよりも外側で活動する探査機の場合は太陽からの光が弱い上に目標到達に長い時間例えば打ち上げから木星到達までには軌道や 一関係にも夜が最低1年以上がかかるで、原子力電池以外の選択肢は事実上存在しなかった。しかし2011年現在では、太陽電池の性能向上により、少なくとも木星軌道程度であれば、原子力電池を太陽電池に置き換えることも可能とな、いる。原子力電池は、パイオニア1号11号とボイジャー1号2号のほか木星探査機、 ガリレオや土星探査機、カッシーニなどに使われた。2006年1月に打ち上げられた NASA の名応星探査機ニューホラインズにも原子力電池が搭載されている。これらの外惑星探査機だけでなく、太陽探査機のユリシーズも、太陽の極軌道、地球などの後天面に対して垂直に近い軌道に投入するためには木星を利用たスイングバイを行う必要があったため、 木星付近での活動に支障がないように原子力電池を搭載した。2011年に打ち上げられた木星探査機ジュノーは木星エンを目指す探査機として初めて原子力電池を使用せず代わりに大型の太陽電池を搭載した。その後に計画されている各国の木星券探査機にはオケイアーノスやルーシー、ジュースのようなものがあるが軒並み太陽電池を備えている。 詳細は各項目を参照。原子力電池は寿命が長いため、打ち上げから30年以上経つ、ボイジャー1号とボイジャー2号は太陽圏の外へと向かっている現在も、なお静観空間の探査、観測ミッションを続行している、パイオニア0号は2003年に、パイオニア1 1号は1995年に、通信途絶。他に、 原子力電池を搭載した衛星は、火星探査機バイキング1号ランダーとバイキング2号ランダー、マーズサイエンスラボラトリーがある。月探査を行ったアポロ12号からアポロ17号の月着陸船には、月面に設置してきたアポロ月面実験パッケージ用の電源として、RTG が搭載されていた。なお、アポロ13号は月着陸に失敗して、 月着陸船を地球大気圏に突入させてしまったため搭載していた RTG3.8kg のプルトニウム238を封入したスナップ -27 は南太平洋のトンガ海溝の推進約500メートルの海底に沈んだ周辺から放射線は検出されなかったため RTG は破損せずに沈んでいると考えられる地球軌道を周回する 人工衛星に搭載された例としては、1961年6月のトランジット -4A が初めての搭載例でスナップ -3B を搭載した。その他、トランジット -5BN1 2、気象衛星にバます B-1 で -85 で -95 で -89 は、静止衛星にも搭載された。トランジット -5BN1 には、 1964年4月21日に打ち上げられたが、軌道投入に失敗して、マダガスカルの北側で大気圏に再突入して、RTGE も破壊され、大気圏上層に拡散した。数ヶ月後には放出された、プルトニウム238が検出された。ニンバス B-1 は1968年5月21日の打ち上げ時に飛行機席から逸脱したため、 指令破壊されたが、搭載していた RTG は5ヶ月後に無事海底から回された。このような初期の失敗を教訓に、現在の惑星探査機では打ち上げに失敗して、大気圏に突入してもプルトニウムが放出されないような設計が行われている。シベリアの北極海周辺ではかつて多数の原子力電池が使用された。その後、十分な管理がされないまま放置されているものがある。 実験的にプルトニウム238を用いた原子力電池はその長寿命を生かして一時期埋め込み型心臓ペースメーカーの電源として利用された。この用途には現在リチウム電池が用いられている。また体内埋め込み利用を念頭にニッケル63をエネルギー源とし MEMS 技術を利用した新世代のマイクロ原子力電池の開発が行われている。 ただし、プルトニウムを民需用に使うことに対しては、技術的、政治的制約があり、現実的な実用化のめどはついていない。いずれの方式でも、仮に体内埋め込み後に破損した場合には、内部被爆の件、重金属による中毒の危険なども考えられる。なお、イギリスのプログレッシブロックグループ、ピンク・フロイドの1970年のヒット作、原始神母、現代。 アトムハートマザーのタイトルは蒸気の原子力電池を電源とする埋め込み型心臓ペースメーカーの手術が成功した56歳の夫人の原子力駆動による女性心臓ニュークリアドライブフォーウーマンズハートというニュースの記事に由来する2018年12月14日ロシアルにおいて低電力の用途に適し寿命が50年のコンパクトな新型原子力電池 ベータボルタ電池が発表される。ベータボルタ電池による人工放射性同位元素の自然崩壊で生じる放射線を電気へ変換する直接発電はベータボルタイックと呼ばれており、人体に有害なガンマ線ではなくベータ線を発るので漏えいする放射線はシンプルなプラスチック包装でシャットアウトできる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。